日本政府は、重い腰を上げ、海上自衛隊へ、迎撃能力と反撃能力を併せ持つ護衛艦を、2隻建造計画があるとの情報をキャッチしました。今回は、この迎撃と反撃能力を持つ、巨大護衛艦を詳しく見ていきますね。これって、大和級になるんじゃないのかな。でかいよね。今年2022年は、年明けより、北朝鮮が、日本海方面に向けての新型の長距離弾道弾や、巡航ミサイルの発射を頻発させ、日本のミサイル防衛が、今後、どのように、こうした兵器の脅威から、国土を守れるのかが、焦点となっている。日本は、2020年6月までは、アメリカから、陸上配備型の、イージス・ショアを、およそ4500億円とも言われた費用を投じて、北は秋田県、南は山口県に設置する方向で、ミサイル防衛の強化を行う計画を進めていた。しかし、当時の河野防衛相は、2020年6月15日の夕刻、このイージス・アショアの導入の停止を突如として発表。これまで前提としてきたイージス・アショアが、発射に際して、完全な安全性の担保ができないとの理由だった。具体的には、当時、イージス・アショアの配備予定地の一つだった山口県側が、ミサイル本体である SM-3 ブロック 2A の発射後に切り離されるブースター部の落下に対して示していた懸念が当たった形と言えた。防衛省側は、山口県に対して、長さ約170センチメートル、直径約53センチメートル、重さ約200キログラムほどのブースター部を、配備予定地の睦弥演習場内に確実に制御して落下させると、それまでは説明を行っていた。こうした形を実現するためには、イージス・アショアの制御システムに、ソフトウェア上の改修を行う必要が生じていたが、最終的により、正規にシミュレーションを行った結果、これが保証できないとの結論に至った。ミサイル本体である SM-3 ブロック 2A は2020年までに12年に及ぶ期間と2000億円以上とも試算される開発費を投じて日本がアメリカとの共同開発を進めていたミサイルであり、その修正は極めて困難だったと考えられている。日本の国情に見合うようにSM-3 ブロック 2A に改修を施すことは、機関的にも費用的にも難しく、仮にそれらに取り組んだとしても、ブースター部の落下場所を確実に担保することは現実的ではないとの判断が下されたものだった。こうして、日本へのイージス・アショアの導入計画は撤回された。が、ミサイル防衛そのものは、以前として必要であり、これに代わる代替策の検討が進められた、結果選択されたのが、その一部の機材を転用する艦艇の建造案であった。これを、日本政府は、便宜上からイージスシステム搭載艦と表現しているが、現在、日本の海上自衛隊で全8隻が就役している既存の混合型、アタゴ型、マヤ型のイージス護衛艦らとは区別する意味で、その呼称が用いられている。日本の既存のイージス護衛艦は、すべて、アメリカ海軍の主力艦艇である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇であり、護艦はもとより、艦隊の対空、対潜、対艦、対地戦闘など、様々な用途に対応するものである。アメリカ海軍であれば、大型の原子力航空母艦を中核とした空母打撃群の護衛を主任務としており、海上自衛隊でも出雲、片護衛艦、出雲、加賀の2隻の航空母艦化改修が終了すれば、同様の任務を担うことが予測される。
これら2022年時点で、海上自衛隊が8隻しか保有していないイージス。護衛艦は、近年、富に海洋進出を強化し、日本の南西諸島方面への圧力を強めている中国海軍へ振り向ける必要があり、その方策の一環として、イージス・アショアがあった。つまり、常時、日本のミサイル防衛を担うために、その特化した機能のみに、貴重なイージス艦を割くよりも、弾道ミサイルの迎撃のみを役割とする、イージス・アショアを配備し、イージス護衛艦の運用をフリーにしようとしたわけである。しかし、当のイージス・アショアが、ブースターの落下制御の問題で頓挫したことから、その代替は、やはり艦艇型で行うことが決定され、そこには、イージス・アショア用の、スパイセ、フン、レーダーや VLS、垂直発射装置が転用されることとなった。こうした経緯をたどって計画されたのが、イージスシステム搭載艦で、あり、艦艇型とはいえ、ミサイル防衛のみに特化させた、その用途から、現行のイージス護衛艦とは異なることが打ち出され、2隻を建造する方向で進められていった。もともと、イージス・アショアの導入が進められてきた理由には、前、実のようなイージス護衛艦を、他の任務に用いること以外にも、昨今、不便な海上勤務がゆえに、艦艇の乗組員の充足に苦慮している海上自衛隊を助ける方策とも提唱されてきた。これが結局艦艇型に回帰した時点で、このような構想は発端にされたとも言えそうだが、多数の任務が想定されるイージス護衛艦と異なり、ミサイル防衛に特化したイージスシステム搭載艦ならば、乗組員数は、最低限に抑えられるとの見方もあった。だが、2022年8月末に毎日新聞が報じた記事によれば、イージスシステム搭載の規模は、基準排水量で2万トン、全長210メートル、全幅40メートルにも達するとされており、予期されたものよりもかなり大型化したと言えるだろう。イージスシステム搭載艦は、陸上配備型のイージス・アショア用に調達を行っていたスパイセ、フン、レーダーや VLS、垂直発射装置が転用されるために艦艇搭載を前提としていないそれらがかなりのサイズであることは指摘されてはいた。しかし、ここまでの大きさ、規模感はこの2022年の時点においては世界的に見ても航空母艦や強襲揚陸艦等の固定翼、イヤ回転翼機などの航空戦力を収容する艦艇以外には、ほとんど見当たらず、無論、戦後の日本では、最大規模の艦艇となる。さらに、イージスシステム搭載艦は、主兵装には、アメリカ製の SM-6 を搭載することは、基本にあったが、国内産のミサイルの搭載もここに来て浮上。一二式地対艦誘導弾、及び、丸三式中距離地対空誘導弾の能力向上型も、視野に入れているとされる。こうなると、イージスシステム搭載艦は、弾道ミサイルや巡航ミサイルに対処する、SM-6 に限らず、対艦、対地攻撃が可能、一二式地対艦誘導の能力向上型や、航空機等の対空目標にも、対処可能な能力を複合的に持つ艦艇となってくる。兵器の国産化を一部に確保しておくことは、日本の国防上の観点からも、非常に意義のあることだとは思うが、ここまで当初の、イージス。アショアの代替という、前提から逸脱してくると、果たして、現実的なのかとの疑問も生じてしまう。イージス・アショアの導入を決定した時点よりも、はるかに早いペ。すで、中国軍が、軍備の拡張を推進してきたといえばそれまでだが、現代の兵器においては、幸いなことに、
戦後実戦経験のない日本が新分野に対応できるのかには不安も残る。おおむね大多数の日本の軍事関係者の間でもイージスシステム搭載艦の有用性を疑問視する声の方が多いように見受けられるが、個人的には前例踏襲主義が多数を占めるとおぼしき日本の組織でこうした案が出されたことに意外性を禁じ得ない。まあ艦艇といってもイージスシステム搭載艦はこれまでの報道が正しいとするならば、その大きさ等からしてみても一応移動が可能な低速なものであり、いわゆる従来の駆逐艦や巡洋艦などの水上戦闘艦とは一線を画すものなのだろう。こうした機能を実現させるにあたって艦艇型の利点があるとするならば、まさに低速とはいえ任意の海上に展開できることであり、イージス・アショアが見舞われたような兵器使用に伴う安全性の担保は容易となるという点であろうか。